果てしなく続く水色の空、君のそばにあるよ。たくましく咲くあの花と同じように光に注がれて育ってきた。人は皆一人なんかじゃない、支え合って生きてるんだ。どんどん愛をつなごう、絆を飾よう。明日を迎える理由がそれだけ増えるから。 Round and round, round and round、yeah、巡り巡る幸せ、yeah、誰かの涙のわけもいずれ見えてくる。泣き笑い繰り返して強くなる。絆を数えよう、明日を迎える理由がそれだけ増えるから。 Round and round, round and round、 巡り巡る幸せ、hey、 誰かの涙のわけもいずれ見えてくる。泣き笑い繰り返して強くなる。Around, yeah. 驚くほど輝き出す、yeah.
皆さん、明けましておめでとうございます。福原美穂です。いつも YouTube をご覧くださってありがとうございます。明けましたね、2023年。ということで、皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。私はですね、日々来月から始まりますドリームガールズのお稽古、励んでおります。本当にもうあと1ヶ月で始まるんだっていうちょっと実感が湧いてきてるんですけれども、かなり大変でございます。お芝居と、それからまあダンスセクション、歌、それから今回はですね十何回の着替えということで、本当に歌って袖に履けたら着替え、また歌って袖に履けて着替えという、もうこのいろんな段取りをですね考えながらやらなければいけないということで、まあ、私としても初めて の大きなチャレンジがまず2023年やってくるんですけれども、カンパニー のチームすごく優しくてですね、みんなこう日々頑張って一緒に練習しておりますので、ぜひぜひ初日に来てくださる方も、まあ、3月末名古屋とかね博多の方に来てくださる方も、皆さんいろんな形で楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。そして、まあ、私個人的なことなんですけれども、今年15周年イヤーということで、リリースもちょっと考えております。そして、ですね、10月の1日になるんですけれども、ちょっと東京になりますが恵比寿ガーデンホールで、15周年アニバーサリーライブ決定しております。ちょっとこう遠いわっていう方もぜひ見に来てくださったら嬉しいなと思います。この日は私が、まあ、この15周年の中で、培ってきた、まあ、思い出の曲とかですね、ゲストも迎えてスペシャルな夜にしたいなと思っておりますので、そんなまあライブも決まっていたりとか、それからまあちょっとライブはもうほとんどこう5月とかからもですねいろいろ、決まっておりますので、また随時皆さんに報告していけたらいいなと思っております。15周年イヤーぜひぜひ福原美穂と、そしてまたこの YouTube チャンネルも盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。いつも福原美穂の YouTube チャンネル、ご覧いただきありがとうございます。いいね、シェア、そしてサブスクライブの方もどうぞよろしくお願いします。